昭和7年大日本帝国が満州国を建国し軍部の力がますます強まり始めた頃、幕府の時代から武術保護の恩恵を預かる地方の村に伝統空手を継承し未来に伝えんとする者たちがいた。だが時代の大きな波は彼らをも飲み込もうとしていた。第七憲兵隊板戸分隊長谷原喜一である。速やかに憲兵隊の命令に従ってもらう。命令とはどのような？
第七憲兵隊板戸分隊は第七憲兵隊長合田秀久の命により国益のため本日より柴原道場を憲兵隊の管轄下に置く。即刻明け渡せ。それはあまりにも理不尽な命令。どれ、いつ戦争が起きるかもしれんこの大事な時に素手で戦うなどということにうつつを抜かすとは何事だ。お言葉だが、この土地で我々が空手の修行を続けることはかつてお上との間に交わされた約束に守られたのか。義龍、少々ここに。何を。本日ただいまより、ここは憲兵隊のものだ。さっさと出てけ。なんだその目。これはきっと何かの間違いだ。あの、今日はお一人がいい。後日改めてお話するという。大官、空手に先手なし。相手の技を払うのはよし。だがこちらから相手を突いてはならん、蹴ってはならん。それが私の教えだ。これは一対一の真剣勝負だ。何が起きても全て不問。自分が行きます。第七憲兵隊板戸分隊上等兵吉田守、参る。それ待て。義龍、お前が相手を。先生。ならぬ。二人とも俺が切り捨てる。
義理つかない蹴らない教えを守るつもりか。お前が負けても俺が奴を倒す。待れ。第七憲兵隊板戸分隊長谷原喜一。柴原道場義龍。気合書を書かせるつもりか。先生、私の空手は大観義龍には到底及ばない。分かっていました。しかもこの体です。もう先生のもとで修行を続ける資格など。先生、先生、先生、先生。憲兵たちはまた来る。その時はたとえ相手に非があっても争ってはならない。何があってもだ。
良いな。先生、教えてください。先生は組手は禁止だとおっしゃる。この拳を、蹴りを、人に向けてはいけないという。では俺たちは一体何のために技を磨くのですか。俺には分からない。その訳を俺に教えてください。先生、いかん。うるさい。己の技を全力で向けるべき相手は己のみ。それは生涯に一度あるかないかの至福の時。己のみ。わかりません。強くなるためには試し合いが必要です。己より劣る者に勝って何になる。それは自らを高めることにはならない。長英。はい。黒帯をここへ。はい。預ける。先生。この黒帯は我が空手を継ぐべき者だけが手にする。それはお前たち三人とは限らない。長英、お前がそれを見定めろ。先生、今教えてください。先生。黒とは決して他の色に染まらず、自らの信念を貫く色である。日が来れば分かる。先生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 。俺には分からない。強くなるためには試し合いが必要だ。真剣勝負が。義龍、お前はなぜあの男に突き入れなかった。お前はあの男に屈辱を与えた。あれは真剣勝負だったんだ。卑怯者。おい待て、見ろあれ。
帝国陸軍は柴原英健の空手を正式に憲兵隊訓練に取り入れることを決定した。第七憲兵隊長郷田秀久。お前たち三人は憲兵隊に服務することを命ぜられた。直ちに第七憲兵隊本部に出頭せよ。なぜ抵抗しなかった？口を開けろ。谷原一郎太。同じく香里。義龍、父の敵。義龍？義龍だと？待て、義龍は分隊長を殺してはいない。谷原分隊長は自害なされた。そんな。貴様は分隊長殿をもてあそんだ。分隊長殿はあのような不名誉を恥じて自ら命を絶たれたのだ。なぜついてこない？とどめを刺せ。貴様、俺に生き恥をかかせるつもりか。義龍、覚悟しろ。待て。長英、手出しは無用だ。こいつが自分で撒いた種だ。自分で何とかしろ。勝負だ。生き恥をかかせるつもりか。落ちたか。はい。
行くぞ。英健先生は組手は禁止していたんだぞ。まずは実戦で体の厳しさを覚えてる。これが俺のやり方だ。ごめんなさい。痛かったですか？いや。父さんお帰り。どうだ？冷めた。おお、目が覚めたか。道端にぶっ倒れてたからびっくりしたぞ。俺が見つけたんだ。命がどうこうなる傷じゃねえ。2、3日で起きられる。ありがとうございます。おめえ何したんだ？まあいい、誰にだって言いたくねえことあら。痛いか？ギリは役に立つな。畑仕事はずっとやっていた。やめろ健太、座って食べなさい。分かった。なあ、父さんはいつもどこへ行ってるんだ？うち貧乏になっちゃったから、お百姓だけじゃやっていけないの。姉ちゃん、ギリがずっとうちにいてくれたらいいよな。姉ちゃんだってそうだろ？健太、ギリは今までどこで何やってたんだ？俺は谷原分隊長は自害なされた！
腕に覚えがあるようだな。幼少の頃に少し。体の動きを見て受けている。そんなものは町の喧嘩でしか通用しない。空手の技は体の自然な流れを使ったものだ。受けてみろ。今一度。ここは一撃で息の根を止められる急所だ。誰も鍛えられない。打ち方によっては呼吸困難になり、もがき苦しんで死ぬことにも。いいもの見せてもらった。やれ。こちらは第七憲兵隊長合田秀久殿である。貴様が大官か。なかなかいい面構えをしているな。道場では控えていただきたい。お面白いやつだ。よし、今夜一つ貴様のために席を設けようではないか。じっくりと膝を突き合わせて男と男の話をしよう。なあ体感。やだ、毒でも入ってるみたい。それとも私のことそんなに嫌い？立派な体してるのに。触るな。大家、貴様楽しんでるか。先生先生。なあ大家、日本は満州国を建国した。国をさらに大きくするために近い将来また他国との海戦があるだろう。憲兵隊はもっともっと大きくなる。訓練場ももっともっと必要なのだ。わかるか。憲兵隊のため
日本のために力を貸せ。やっとお目覚め。俺はまだ起きない。かわいい。俺がかわいい。元気で出てこい！この野郎！出てかなきゃ吉！この野郎、酒なんか飲みやがって。土岡さん、ここへ来ねえでくれよ。賭け事手出したんはてめえだろうが。分かってるって。返すもん返してもらおうか。もう少しだけ、もう少しだけ待ってくれ。ふざけるな。な、悪いことやねえ。花を誇り出せよ。そうすりゃみんな幸せになれるんだぜ。うん、帰ってくれ。ロッカー。父ちゃんに何すんだ。おお、元気のいい小僧だな。ケンキチ、さっきのこと忘れんなよ。また来るからな。行こうか。はい。父さん。大丈夫？ああ、大丈夫だ。大したことない。このような勝者にもはや何の効力もない。ここは本日より憲兵隊の管轄下に置く。速やかに退去せよ。体感は強い。どこに行っても叶うものはいません。すでに五箇所の道場が憲兵隊のものになりました。次はここだ。これはなかなかいい場所だ。ここは体感と近い流派で、東郷隆臣という者が師範を務めています。何でもこの地域で一番の使い手と。一番の使い手が体感と戦わせれば見応えがありそうだ。これだけの土地を取り上げて、隊長は何をしようとしていらっしゃるのでありますか。半分は訓練場、そしてもう半分は、はい、俺の名義にする。ゆくゆく商売するのにちょうどいい場所だ。特にここはお前には協力してもらう。商売とは？女だろう。あ、はい。これからの時代、最も儲かる商売は女だよ。はい、はい。
体幹を使えば道場を潰して土地を取り上げるのは簡単なことだな、大文字。俺には空手しか。帰るぞ。花、許してくれ。花。姉ちゃん、スクショ。ケンタ。姉ちゃんに何するんだ。ケンタ。ケンタ。あ、出て出て出て。やめて。ケンタ。姉ちゃん。賢吉、なんか言ってやれ。これじゃ俺たちが悪いみてえじゃねえか。健太、許せ。小僧、おめえの親父は借金だらけなんだよ。俺がその借金を帳消しにしてやったんだ。おまけに花はこれから綺麗な着物も着られて、うめえもんも食えるようになるんだよ。あ、俺は神様みてえなもんだ。姉ちゃんを連れてんじゃダメだ。俺が許さねえ。待って、ケンタもういい。ギリュー、なんとかしてくれよ。ギリュー、助けてくれよ。あいつらやっつけてくれよ。ギリュー、ギリュー。なんのか、おら！義龍。やる度胸もねえくせに、カッコつけてんじゃねえぞ。行こうか。いい。
ちゃん。どうした？俺は旅に出る。旅？そうだ、姉ちゃんを助けに行くんだ。待って。うるせえ、臆病者のギリ。おい健太、待って。なんだ。いいか、花の顔見て安心したら戻ってくるんだ。分かったか。うるせえ、行くぞギリ。大したやつだ。次から次へと先生の教えに背いていく。己の信じた道を進めというのも先生の教えだ。憲兵の手下となり次々と空手道場を閉鎖に追い込むこともか。郷田が何をしようと俺の知ったことではない。俺は強い相手と手合わせがしたいだけだ。長英、お前も義龍も臆病なだけだ。臆病な奴にあの黒帯を継ぐ資格はない。違うか。やめ。柴原英健先生が亡くなったと聞いた。その弟子が憲兵の手下となり道場の強奪に手を貸しているという悪い噂を耳にしたが、どうも本当らしいな。東郷隆臣。大官、お前にも黒帯を継ぐ資格はない。から何にも食ってねえ。我慢しろ。あ、あ、あいつら。はい、3号ね、母様。後先、後先出ました。はい、こっちもそっと。四号。先なら、あと4つ。カシャマじゃねえの、カップの野郎。なんだと、お前、俺。ふざけんな。持ってくるぞ。はい、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 はい。
前たちには高い値がつきそうだよ。はい、三はないか。はい、はないか。はい、先。はい、できました。はい、こっちもできました。勝負だ。なんだろ。姉ちゃんはどこだ。やんのか。姉ちゃんに合わせろ。とっととつまみ出せ。こら、持てんじゃんけ。やろう。聞かねえと小僧の首と胴体離れちまうぞ。ええ。ギル。よく聞け。花はな、娼婦宿に売り飛ばすんだ。兵隊さんのために体投げ打って働く。けなげな女になるんだよ。てめえらなんか二度と合わすわけがねえだろうが。いいえ、何立たせる。どうした、タイガー。どこだ。あっち。なんだてめえは。四人か。小僧、助っ人を連れてきたってわけだ。ねえだ。はい。かわいがってやれ。
ええ俺のせいなんだ。小僧を盾にされたか。酒を飲んでるのか。ああ、酒はうまい。女もいいもんだ。俺は現実というものを初めて知った。義龍、潔癖なままで生きていけない。世の中はいいものと悪いもののごったにだ。強くなるためにはそのどちらも加わればならない。相変わらず馬鹿正直な面だ。さっさとどっか行け。腕は落ちていないようだな。義龍、義龍、なんで強いくせにあの人みたいに相手をやっつけないんだよ。そしたらこんな目に遭わなかっただろ。あいつら悪い奴らじゃないか。義龍は大馬鹿だ。ああ、俺は馬鹿だ。大馬鹿だ。座ってろよ。いいね。
お待ちしておりました。良い子が揃っております。どうぞお品定めを。どうぞお入りを。これを。おお。これはなかなかの一品。明日も仕事だ。今夜は控えめに3人ぐらいにしとこうかな。なあ大文字。な、何者だ。俺たちは相当痛めつけてやったんですがね。ちゃんと川に放り込んできたんだろうな。それはもちろん。なあ、ま、娘たち全員さらっていくとはいい度胸だ。警察を動かしてすぐに居所を調べさせろ。はい。ただし警察には手を出すなと言え。は、義理は憲兵隊が処分する。しかしそれはこの俺にあんな恥をかかせた奴を生かしておけるか。承知しました。帰る。は。今日は大官が東郷の道場に乗り込む日だ。あの二人の戦いはぜひこの目で見ておきたいからな。はい。来た。最初から娘を奪うのが目的だったんだ。体を返してくれって頼みに行ったら下っ端野郎が得意になって喋りやがったんだよ。ちくしょう。父ちゃん、どうした。これより試合を始める。いいか。
これは柴原英健先生の黒帯を誰が継ぐか決めるための勝負だ。その目でしっかりと見届けろ。承知した。そこまで来い。なぜここまで。負けを背負って生きることに何の意味がある。俺も東郷も思いは同じだ。貴様、貴様許さんぞ。初めて俺に打ち込んできたな。だがお前の蹴りは一撃必殺に恥じるものだ。黒帯は俺が継ぐ。文句はあるまい。ギリュウの居場所が分かりました。ギリュウ、これより憲兵隊は5人の娘を誘拐し円西寺に立てこもる凶悪犯ギリュウの逮捕に向かう。はい。ギリュウは危険人物である。銃の使用も許可する。よいな。待ってください。義龍が誘拐なんて何かの間違いだ。そんなことあるはずがない。長英、隊長に対して無礼だぞ。隊官、お前は義龍がどうなっても構わないのか。射殺されるかもしれないんだぞ。知ったことか。だ
大官。お前には英賢先生の黒帯を継ぐ資格など断じてない。大官、悪い奴らが姉ちゃんたちをさらいに来る。そんなことはさせない。でもギリュウは悪い奴らをやっつけることができないじゃないか。あの人みたいに。大官か。そうだ、あの人がいてくれれば。空手に先手なし。空手は相手を倒すためのものではない。空手の道が俺の全てだ。曲げることはできない。悪い奴らも倒せないなんて。健太、だって お前には英賢先生の黒帯を継ぐ資格など断じてない。クソ。空手に先手なし。相手の技を払うのはよし。だがこちらから相手を突いてはならん。蹴ってはならん。それが私の教えだ。そら野郎が女たちを返しやがれ。おめえたちいい度胸してんじゃねえか。帰れ。この野郎だ、捕まえろ。こいつはな、人を殴れねえ臆病野郎だ。みんなで一斉にかかれば倒せるぞ。おわ。長英、義龍、お前はこうなっても先生の教えを守るつもりか。まとめてぶっ倒せ。そこまでだ義龍。おとなしくしろ。抵抗したら撃ち殺すぞ。
つ。プレモロ撃て。大官、大官、指の一突きでお前を殺せるぞ。貴様、俺に逆らうつもりか。権力おかさにやりたい放題な奴が偉そうに言うな。義理は俺が倒す。憲兵隊に手出しをさせるな。何だと。もがき苦しんで死にたいか。言っておくが下手に動いた。たとえ勝負の途中でも貴様を仕留めに行く。分かった。気を失っただけだ。手出しは無用だ。皮肉なもんだ。お前が極悪人か。ギリ、逃れることはできない。勝負の時は来た。長英、お前は立ち会い人だ。来い、ギリ。だけで俺に勝てると思うのか。それでいい。己の技を全力で向けるべき相手は己のみ。それは生涯に一度あるかないかの至福の時。
おかげだ。お前が先生の言葉に逆らったからだ。攻撃の腕をここまで磨いてきたからだ。だから
体感。大観の最後の志を受け継ぎ、義龍は長英の協力のもと、この土地に空手道場を開いた。小さな道場ではあったが、入門を希望する者は後を絶たなかった。Thank you.